ポツンと一軒家で、今日はですねテレビ初登場、たどり着くのも困難という山奥の秘湯を目指しました。おお、揺れますね。なかなかの砂利道、下は崖、カーブがえぐい。ほらすごい。おお、対向車来た、対向車来た。人里離れた山奥にポツンと佇む一軒の温泉、たどり着いた先には極上の癒しが待っていました。すごいなこれ。うわー、たまらん。知る人ぞ知る超穴場、テレビ初登場となる山奥の秘湯も登場します。衛星写真を手がかりに見つけたのが道東中標津町にあるポツンと一軒家。早速市街地で情報収集。どうぞ。すいません、はい、突然ごめんなさい、はい、あの今何やってたんですか。あ、草刈りです。トングでこう雑草を取ってるんですよ。こうやってすごい綺麗に取れますね。はいはい、根、ね、から取らなくちゃダメなんで、はい、こう取ってるんですよ。あら上手に。いやいやいや、これ誰でもできますよ。あのポツンと一軒湯っていうのを探してて、ええ、温泉今一軒しかやってないのかな。あの温泉宿があるんですよ、第一ホテルって。もう素晴らしい施設ですよ。この辺が第一さんに似てますけどね。いい温泉で、あの私が泊まった時はあのフクロウが飛んでくるんですよ。フクロウ、はい、やっぱりそれぐらい自然豊かな場所にあるってこと。温泉の名前は第一、山奥に1軒だけ営業しており、野鳥が生息するほど自然豊かな温泉だということです。さあ、市街地から30分ほど車で走ってきましたけども、いや、のどかな風景ですね。もう見渡す限り緑、木々、はい、いや、本当に気持ちのいい場所ですよね。季節になりましたね。林道に入っていくわけですか。あ、いたいたいた、鹿いた、鹿、鹿、鹿いた。あ、2頭、見えるかな、見えるかな。あ、左、あ、左もいる、左もいる。こっち見てますね。やっぱ普通にいますね、鹿。さすが道東。あ、建物が見えてきましたよ。あれですか。あ、湯宿第一到着しました。あら、あっさり着いた。うん、順調に見つけることができましたね。標高200メートルの山あいにポツンと佇む温泉宿です。建物は標津川に沿って作られた自然一体型、今年で創業50年を迎える老舗です。いやー、素敵なロビーですね。うわー、かっこいい囲炉裏がありますね。かっこいい。そして大きな窓からは、あ、標津川が見えますね。いい。うわ、緑もいっぱいで。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。野鳥が遊びに来てますね。枝に止まってますね。あれ赤げらですね。尾っぽが赤い。うわ、桜と赤げら。今のね、この厳しい世の中でこういうところにポッと来てゆっくりしてこう人生を確かめたり、いい時間を過ごしていただけるような、そういう場所を作っていきたいなと思ってます。いいことおっしゃる。そう、お客さんのほとんどがこうして自然に身を委ねてくつろぎます。あ、今川の音を聞いてたので、すごいなんか自然と一体感というかそういうのを感じてましたね。はい、これだけ自然の囲まれてるってとこなかなか他に体験したことがないんで、ずっと入ってられますね。なるほど。川と同じ目線でお風呂が入れるんですね。多分他ではないかもしれないですね。いや、最高ですね。お客さんが絶賛する最高のロケーションとは。おお、もう本当に左手すぐ川が、こんなワイルドなの。この川を眺めながら行くと、おお、うわ、え、川の中入ってっちゃうの。これすごい。ここに近いんですか。目の前が川ですよ。うわ、この川を眺めながら入るわけだ。
目の前柵とかがないからいいですね。遮るものありませんもん。インフィニティだ、インフィニティ。あ、野鳥の声が聞こえますよ。いやー、こんな山奥にこんな素晴らしい温泉あるんですね。心から癒されますね。お、宿の方に聞いたところ、夜にはほぼ毎日フクロウが見られるそうで、宿泊した方のお楽しみになっているようです。ちょっと待って、これで終わりじゃないでしょうね。じゃないですよ。もう一軒行きましょう。しめ茶町でこれまでテレビで取材を受けたことがないポツンと一軒家を見つけましたよ。そうそう、たどり着くのが大変だったって話ですよ。そうなんです。早速市街地で情報収集。電気さん、電気屋さんですね。ちょっと聞き込みしてみましょうか。おお、いいですね。失礼します。はい、あ、こんにちは。ああ、お父さんここにいらっしゃった。すいません、突然。札幌テレビのドサンコワイドって番組なんですけど、はいはい、ポツンと一軒家っていう企画でやってきたんですけど。嫌でないの、一軒家。嫌でないの。すいません。そうですか。名前ちょっと忘れたけど、はい、一軒ポツンとありますよ。釧路とか厚岸からも来るみたいですね。ああ、あちこちから。オーロラ温泉って。オーロラ温泉、うん、看板はかかってんのさ、道路際に。右側にね。いい温泉ですよ。ちょっと濁ってるお湯。黒っぽいお湯。そうなんだ。とこの山の中に これですね。あ、あった。これだ。はい。オーロラ温泉、はい、珍しくて観光の方が来て入っていくのか、昔は結構そういう人も多かったですかね。温泉の名前はオーロラ。濁りのある黒みがかったお湯が特徴で、遠方からわざわざ訪れるファンも多いそうです。さあ、市街地から15分ほど車を走らせてきましたけどもね、この辺まだまだね、道も綺麗でとっても走りやすいですよ。お、なんか看板ある。あ、オーロラ温泉近道。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと審議。近道ってなんだろう。どういう意味だろう。そしてどっちが近道なのかも書いてない。一般的には大きな通りよりもちょっと狭いこっちの道が近道だよってことですよね。大丈夫かな。じゃあ行きますか。こっちです。大丈夫、磯カバーもあるじゃないの。さあ、矢印のない看板を頼りに車を走らせること5分。結構細い道じゃないですか。あ、オーロラっていう字が見えた。あら、本当に近道。あ、オーロラファームビレッジ温泉入浴。あ、ここですね。行きましょう、行きましょう。なんかつまんない。いや、そんなこと言わないでくれ。なんだここにあるの。あ、揺れますね。とは言うものだ。なかなかの砂利道。ほら、すごい。カーブがえぐい。下は崖。いやー。おー、対向車来た。大丈夫？対向車来た。寄りましょうか。あ、向こう寄ってくれた。対向車がいるとちょっと安心はするけど。帰り、帰りかな。札幌テレビのドサンコワイドって番組なんですけど、よく来るんですか？あれですね、東京とかから友達来たら一緒に連れてきたり。それぐらいいい温泉ってこと？そうです、お肌ツルツルとスベスベになるんで。あら、対向車とのすれ違いは人気の証です。山道を走ること10分。またお客さんいらっしゃったな。あれ？連発します。お、そして建物が見えてきた。お、お、お、ここかい？あー、着いた。建物が いっぱいありますね。どこに行きゃいいんだろう。あー、まっすぐだ、まっすぐだ。受付って書いてますね。あ、このドーム型の？あれあれ、受付。お、そしてお、ご主人ですかね。そしてワンちゃん。おお、どういう状況だこれ。いいですね、これ。こんにちは。あら、ワンちゃん。あ、大きいね、かわいいね。
こんにちは、はいはい、ここの温泉のご主人ですか？いやいや、友達です。え、友達？あ、違うんですか？違うんですよ。あ、ここの温泉の方ですか？そうです。あ、そうですか。これがうちのマスコット犬なんです。あ、お名前は？小玉です。小玉さん、どっちが？あ、このいる。あ、このどっちが？チャチャ。あ、チャチャ。チャチャ、こんにちは。関西から来た横の2人。かわいい。大きいですね。こちらがオーナーでございます。あ、オーナーさんなんですか？ここのオーナーです。主人はただの居候です。居候。奥様が全部切り盛りされて。そうです、そうです。これがテレビ初登場、30万坪の森の中にポツンと佇む山奥の秘湯です。実はこちらキャンプなどもできる宿泊施設になっており、日帰り温泉は赤い屋根の建物で受付をします。失礼します。よいしょ。うわ、すごい面白い。小玉さんご夫婦と姪っ子の三浦さんの3人が山奥に暮らしながら施設を切り盛りしています。なかなかの道中ですね。そうです。ポツンとしてますね。はい、しすぎてるぐらいで。場所がようやく分かったっていう方が半分ぐらいですね。あ、自然しかないとこですけど、でもまあこれ一番贅沢なのかなって、人間として。あ、なるほど。近道っていうね、看板、どっちっていう矢印がなかったんですけど、はい、あれは、あ、そうか、この間作ったんですけど矢印忘れた。え、矢印忘れた？もう80過ぎてますから。過ぎてない。過ぎてる。どっちが近道なのかちょっと悩んじゃった。あの後で、あの矢印つけときます。矢印ぜひ。さあ、それではお待ちかねの温泉へ。はい、さあ、お風呂はどちらに？まっすぐ行って左です。お、遠いですか？400m ぐらい。遠い。怖い。カートか自動車、車じゃないと無理ですから。カート、カート使ってください。あ、これで行くんですか？あら、これっていわゆるゴルフ場回ってるやつ。ええ、あ、面白い。楽しいですね。なんかカートに乗って温泉に行くんですか？ちょっと、じゃあいいですか？運転わかりますね。あ、じゃあ運転してもらっていいですか？え、運転、はい、はい、ちょっと連れてってもらっていいですか？はい、旦那さんなんかマイペースいいですよね。キャラクターがいい。実はこの場所、もともとゴルフ場で常連だった小玉さんご夫婦が20年前にその土地を買い、東京から移住をして温泉を開業しました。受付から400メートル先にあるこちらの青い屋根の建物が自慢のお風呂です。行ってきます。おこんなの初めてだ。早い早い早い。結構スピード。カートに乗って温泉に行く初めてです。結構揺れます。あ、でも風が気持ちいいですね。ここ？ここですか？着いた。ここだ。女湯で、こっちが男湯。到着。よいしょ。へー、はい、そして脱衣場。え、ここですね。お、ポツンと一軒湯いただきましょう。失礼しますよーと。あー、こんにちは。先客がいらっしゃった。あ、ってました。こっちにもあるんですね。こっちね、こっちのお湯がこっちに行くの。ぬるい、ちょっとぬるめ。あ、こっちは熱めで、こっちぬるめなんだ。へ、うんうん、ちょっと僕ぬるめの方、まずどうぞいただきますね。寒くなったらこっち来たらいいわ。源泉が46度、ここまで来れば42、3度。あ、ちょうどよくできてるんだ。そうらしいです。あ、うわ、すごいなこれ。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。あー、最高。この茶色いお湯は美肌の湯として有名なモール泉。ツルツルするんだもんね。の源泉かけ流しの新鮮なツルツル温泉。ツルツルを超えてヌルヌルっていうのはよくわかる。こんないい温泉がこんなところにあるんですね。ちょっと父さん、はい、いいですね。いや、私は毎日
毎日？いつも一人で来るんですか？いや、神さんと来るんだけど、はい、神さんちょっと娘のとこ長崎の方行っちゃったもんだから。あ、そうですか。一人で留守番して一人で入ってるんです。あ、今日留守番なんですね。この湯船が、あのそっち入ってる方が20年経つんだけど、バルククーラーって牛乳のね、保温するタンクなんだわ。これステンレスだからさ、洗うのも楽でいいのさ。ステンレス。本来はじゃあここに牛乳入れるものなんですか？そうです、そうです。それを湯船に使ってると。はい、面白いですね。ああ、のどかなところだね。やっぱりこの静けさがいいんだろうか。多分ね。いやー、すごいところにありましたね。いやー、これはびっくりしました。いい意味で整ってないって言いますか、本当に表でお風呂に入ってるっていう。あ、そうですね。そうね、本当に何も考えずに自然の音を楽しむ場所っていうことですよね。あと、あの温泉までカートで行くっていうのも面白いですよね。面白いし、あと児玉さんご家族がかなりのユニークキャラクターでね。お力が。確かに、そうですね。このオーロラ温泉、テレビ初登場ということで、まあ、ポツンと一軒家探せばあるもんだなと思いますね。はい、これからもあの全道各地僕回っていきますから、はい、そこにポツンがある限り。ちょっとかっこいいこと言ったつもりかもしれませんけどね。まあ皆さんもぜひテレビの前でちょっとこう味わっていただけたらと思いますのでね。